違う。究極マテリアじゃない。な、何？くっそー、エイジじゃなくてマテリアよこせ。ヘルプー。よし、奴らの目的は分かった。はっ、行動に一貫性が見られないため断言はできませんが、どうやらマテリアを探しているようです。マテリア？そんなもののために敵地のど真ん中までやってきたっていうの？今のところそのようにしか。つまらないお返事。まあいいわ、通信をつないでちょうだい。はっ。どうしていいかなかしら。うっ、ねえ、せっかくここまで来たんだもん。もう少し私と遊んでいたから、ホログラムなんかよりもっと面白いものを見せてあげる。何が目的だ？ヨードン、そんなに怖い顔しないで。そうね、あなたたちの探し物もこの先にあるんじゃないかしら。それじゃあ待ってるわね。先輩、どうする？罠だよね、分かってるよ。でも行くしかないでしょ。使用する個体を選択してください。
えもない。クリア。テストを継続します。検証に使用する個体を選択してください。よっ。受け付け完了。検証個体のセットアップを開始します。
が痛いね。お疲れ様、ウータイの忍びさん。なかなかやるじゃない。何をゆぶってんの。本当はビビってんでしょ。どうかしら。そうかも。ウータイには私たちみたいな人が大勢いるよ。想像してみ、忍びの末裔たちが大勢来るな。シュシュシュ。それは大変、対策を立てなくちゃ。無駄無駄。エチ臭いこと言わないで、チャンスをちょうだい。ゲッ。俺はね、私のアイデア満載の最新の作品はテストに付き合ってちょうだい。いい思い出にしてて、誰にも話せないと思う。周りの奴らが助けるか。もう通るべきました。こっちに行くよ。狙い撃ち。待って。何をしている。何してるの。データを取って
仮想空間で俺を再現する気だ。準備よし、転送開始。相変わらず神羅は愚かだね。兄さんを再現するなんて無理なのに。お前はお楽しみか。ああ、久しぶりに勝っていいって。いえ、何をした！さっきから怒鳴ってばかり。それが雨帯流。そのもういいよ。それよりおばさん、究極マテリアはどこ？知ってるよ。無理くり強力なマテリアを作ったんでしょ。へえ、なかなかいい情報も持ってるわね。それとも内通者がいるのかしら。何？ちょっと見てくる。すぐ戻ってよ。確かにゴージャスなマテリアを作る準備はしてきたわ。でもまだできてないの。嘘、騙されるもんか。仕事で忙しくなって実験を延期したの。他の仕事？ここだけの話、私たち7番プレートを落とすの。ムータイとアバランチの犯行に見せかけて。何それ、プレートを落とす？は？何？あら、友達が戦ってるみたいよ。火星に行かなくていいの？急ぎなさい。先輩、こいつら何？わからない、いきなり現れた。その悪い知らせなんだけど。一応聞こう。究極マテリアはまだできてないって。実際研究中。もう一個悪い知らせ、7番プレートを落とすって。7番プレートを落とす？そう、7番プレートを落とす。7番プレートって7番街のことだよな。嘘、じいちゃんの話本当なんだ。どうする？
そうは思えません。いったった。ワンサか待ち構えてるんだろうけど、戻るしかないよね。閉じ込められたか。せいぜい苦しむといい。あるはずだ。見つけて壊せば。あれだ。